はい、どうも、こちらぺんぺんです。今回もマナーロードやっていこうかなというふうに思います。で、今回なんですけども、まあ、普通にやっていては気づかないね、要素、まあ、設定などをご紹介できればなというふうに思います。まあ、この要素を知っておけば、よりね、マナーロードで王国作りなどが楽しめたり、または、効率的にね、建設などができたりするので、もしよかったらね、この動画を見ていただければなというふうに思います。それでは早速動画の方も見てください。どうぞ。はい、こちらですね、いつもの安全な街です。山賊とか悪い人たちがね、襲ってこない街になっております。でですね、1個目紹介したいのが、まあこれ普通にやっていたら、なんだろう、今ずっと昼の状態なんですけども、ある設定をすることによって夜とか夕方とかいろいろと選べるようになります。その設定をね、紹介できればなというふうに思います。まあ設定は簡単です。ここの設定ボタンを押してもらって、ゲームプレイかなのところにですね、夜の周期のところを、多分普通の設定だとオフになっているんですけども、オンにします。そうするとですね、これ倍速にしていくと、はい、だんだんとですね、こうやって夕方になってきたと思います。で、夜になりましたね。ちょっとここ、遅くしましょうか。はい。まあ、そうするとですね、三人称視点をするとですね、はい、このようにしててですね、夜になると、まあ、空を見るとですね、星とか、いろいろと見ることができてですね、いつもとちょっと違ったね、風景が見えます。まあ、普通にね、昼のね、だけでも特にプレイ内容とかは変わるわけではないんですけども、まあこうやってね、視覚的に変化をつけたいなーっていう際には、まあこういうふうにね、夜の設定をオンにしてみてやってみるのもいいのかなというふうに思います。まあいつものね、マナーロードよりかロマンチックになるのかなというところです。はい。まあもしよかったらね、先ほどの設定からオンにしていただいて、夜の風景を見ていただくのもありなのかなと。いう風な感じです。はい、続いてなんですけども、ショートカットキーについてね、お話しさせていただければなという風に思います。まあ、先ほどと一緒に、設定を押してもらって、操作ですね。で、これを下、くる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 行くと、キーの割り当てがあります。まあ、もうこれ、知ってる人は知ってると思うんですけども、WASD でカメラの位置を設定することができます。ですね、この速度とかもですね、まあ、ここら辺に書いてあるんですけども、スペース押すと、ポーズになったり、もう一回ね、スペース押すと、また、なんだ、通常速度に戻ったりとか、あとは速度を減少したいなってところは Z を押したりとか、速度を増加したいなってところは X を押したりね、このようにしてショートカットキーなどありますので、まあ、こちらをね、活用すると、より効率的に建設をすることが可能になってきます。なのでね、今後はこのショートカットキーを使いながら、建設するのもありなのかなというところです。はい。で、続いてなんですけども、こちらね、タブの機能をね、知っていますでしょうかというところです。まあ、タブをね、押してもらうと、このような画面になります。で、これかなりね、便利な機能になってまして、今、ここの家族ですね、家族が、64人いるんですよ。あ、65かなこれ。ちょっと待ってね。65いるんですよ。で、この65人もいたら、どこにね、自分が、その家族を配置したかなんて覚えてないと思うんですよね。なので、一個一個ね、ああ、じゃあここ、農場は2人いたなとか、倉庫ここにいたなとか、っていう風に見るしかなかったんですけど、ただね、タブを押すと、このように、設定じゃないですけど、歯車のマークがあると思います。この歯車の8分の2っていうところがあるんですけども、2の場合だと2家族配置されてますよ、1だとですね1配属されてますよみたいな感じで見ることができます。まあ主にですね、歯車のマークは仕事をするところのアイコンになってますので、まあこういうような感じでね、タブを押して遠目で判断することができます。まあ、ここら辺はいないんだなーっていうところもありますし、あとはですね、このタブを押すことによって、家を見るとですね、人のマークがあって、パンのマークがあって、ビールのマークがあったりすると思います。で、これは何ぞやっていうところなんですけども、まあ、これクリックしてもらうとね、わかるんですが、今、
酒場と食料が足りてませんよっていうところをね、このタブで判断できるというところです。なのでこの家族は今食料と酒場を作ると、ここの生活区画のねレベルを上げることができるというところですね。でこの緑のマークがついている場合ですね、それだともうレベルアップができますよというふうな感じになっていますので、まあ、こういうふうに判断することができます。あとはこのねハンマーのマークがついていると思うんですけども、こちらはまだその裏庭のね拡張できるんですけど拡張していませんよっていうふうな感じのことを教えてくれるアイコンになっております。はい、まあいろいろとねこのタブの機能とても便利ではありますので、まあ、こちらをね活用していただいて効率のいい王国作りをしていただければなというふうな感じです。はい、こちらの画面なんですけども、いつもね生放送でちょっとねやっている、マップになっております。まあ王国になっております。で今回ねこの画面で何を説明するかと言いますと、まあ仕事場をね、クリックするとですね住人がいると思います。まあ働いてる人ですね。まあこちらですね、結構重要な情報になってまして、まあこの住人と今住んでいる場所ですね、この家をですね近場にした方がいいという風なものがあります。まあこれ感覚的にもわかると思うんですけども、家とね仕事場が近ければまあドアトゥードアでね移動する距離も短くなって作業効率も上がるっていうところがあるので、まあこれをねできるだけ近場にしてもらえればなというところですね。でですね、その働いている人を近くにする方法なんですけども、こちらのですね他の仕事場に家族を配置というのをマークを押してもらって、じゃあ例えばですね、こっちにしようか、野営地に設定します。そうするとですねここに設定することができます。まあこれを見てもらうと、はい、まあさっきのね、ところにはなってると思うんですけども、まあこういうような感じで移動することができるので、もしですね家と距離がですね、まあ例えばまあこのようにですねちょっと離れていると思うんですけども、離れているなというふうに思ったら、この家族の仕事場を、まあ、教会にしてみたりとか、そうすることによってこのね家族が効率よく仕事をしてくれるようになります。まあこのね情報結構大事にはなってくるので、もしよかったらね、使っていただいて効率のいいね街づくりをしてもらえればなというふうに思います。はい、で最後になるんですけども、まあこちらね今ちょうど野営地が発見されましたっていう風なのが出てきたので、まあご紹介しようかなっていうところです。まず軍隊を押すとですね、まあこういう風に選べるっていうのを1個前の動画で民兵隊の作り方とかを紹介させてもらったんですけども、まあこちらですねちょっと今パーって作っちゃいます。ですね、まあこれでいいかな。はい、まあこんな感じで、ちょ人があんまいないんでね。でこれをコントロールを押しながらこうすると選択するっていうことも多分ね1個前の動画でお話しさせてもらったと思うんですけども、でじゃあこれで集結します。今ねここにで、はい、従者もこのように設定します。でですね皆さんね軍隊の操作の仕方なんですけども、まあこのようにコントロールをしながらこうやってやるとですね、この2体がここに移動したりするのでとてもいいんですけど、もう1個ねいいことがありまして、まあ今4つのユニットあると思うんですけども、ここの従者のところに1っていうのがついていると思います。これはキーボードの 1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていう数字があると思うんですけど、この1を押すと今1の従者が反応します。でこれはどういうふうに設定するかというとですね、コントロールを押しながら、今2を押します。そうするとですね、上のところに2が出てきたと思います。これをもう一回2を押すと、2の今選んだユニットが操作できて、また1を押すと従者になります。で、今傭兵雇っているので、傭兵は3にするとですね、この1、2、3で、1、2、3で操作することが可能になってくるというふうなショートカットキーになってます。まあこちらをうまく活用するとですね、自由度のね高い、動きができるようになると思います。まあこのようにしてね、弓兵を
行ってもらって2をこうやって選択してこうやって行ってと。はい、まあ、ちょっと弓矢はねあまり近場で戦ったら良くないので、まあこういう風にしてね、多分まあ勝てると思います。はい、あまり得意な戦いではないと思うんですけど、こんなねこんなやつに負けるほど弱くはないです。はい、まあ一応こういう風に引きながらね戦っていくことも大事なので、で今2はどこに来てるのかなっていうところを見て、まあ今も来てくれてますね。で3は引きながらまた戦っていきましょうと。はい、でだんだんとね合流していけばいいので、こちら1回攻撃っていう風に選択してしまうとずっとね追いかけてくるようになるので、まあこういう風に引きつけてね引きつけて戦っていくと。はい、合流はまだしないかな、来てくれてると思うんですけどね。はい、まあもっと距離取ってねバン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 やりたいってところではあるんですけどねまあ軍隊に関してなんですけども、いろいろと面白いのでまたね別の動画でねお話できればなーっていうのはあります。めちゃくちゃ戦ってるけどなこいつら。はい、仲間とそろそろ合流しそうではありますね。なのでここでじゃあ通常速度にして、はい、で槍兵をここに置いてですね、ガツッと構えてもらいながら3押して横にバー並べて、で持ち場を守る押しながら奴らを縛いてもらえばいいと。どこ行ってくんだあいつら。はい、横っ腹からね、しばきに行けばいいので、あれなんどこ行くんだあいつら。スルーしてたの。あれどこ行くの。従者とか狙ってんのか。まあ、ただやばいね、弓兵を狙われてんでここはしっかりと下がって、なんでこいつら前で戦おうとするんだろう。はい、で守りながら戦うして、全然来ないですね仲間ねやつらほんまに適当やなこいつら。まあ弓兵は撃ってもらってるのでね、もうこれ前へ進むでバン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 行けばもうあとは勝てると思います。はい、弓兵から側面から攻撃してると思うのでダメージもね2倍になってると思います。はい、ゲージ減ってますね。はい、プッシュプッシュ、はい、プッシュプッシュ、オッケー。まあちょっとね兵の数はちょっと減らしてしまったんですけども、まあ今回はこのショートカットキーですね、123などあるのでね、活用していただければうまく戦闘などもね、行えると思いますので、もしよかったら使ってみていただければなというふうに思います。まあ今回はこんな感じで動画の方を終わろうと思います。もしよかったらねチャンネル登録高評価の方していただけるとやる気につながります。それではいい街づくりを。